んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、振り回されるのをやめて牛耳る自分になるです。あなたは会社の中で上司や同僚に振り回されていませんか？それで自分ばかり忙しかったり、仕事の多くが無駄になったりしませんか？どうしてこんなに振り回されるんでしょうか？車酔いのことを考えてみましょう。車に酔う人も自分が運転しているときは酔わないんです。つまり自分が運転すべきところを人に運転席を明け渡しているから、この人たちは酔うわけです。ですから仕事も同じで、もっと自分の能力を出して責任ある判断をすればいいのですが、それをしないので周りの人があなたに指示することになり、振り回される状況に陥ることになります。ですからあなたが振り回されないようにするためには、もっと自分の仕事の決断を自分がすべきなんです。それが許されていないと思うのはあなたの勘違いで、あなたがしっかりと自分の仕事に責任を持って決断していれば、あなたの権限は増えていきます。これをしっかり続ければ、いつかあなたは重役にもなれるでしょう。ですから頑張りましょう。ではいつものように目を閉じて、6歳の自分をイメージしましょう。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。聞いていてくださいね。あなたはいつも会社に振り回されてると感じているよね。上司がこう言う、同僚がああ言う、社長がこう言った、いろいろなことに振り回されて疲れてしまっているよね。だから仕事がつらいんだよね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。あなたは上の指示に従ってちゃんとやろうとしているよね。でも振り回されすぎて嫌になるんだよね。でもね、あなたはまだよく分かっていないんだよ。あなたが振り回されるのは、自分が相手にその力を与えているからだってことをね。船に乗ってみんなで動かしているときに、あなたは何も観察せず、何も判断せずにいるから、周りの判断に委ねるしかないんだよ。従順というと聞こえはいいけど、怠慢なんだよ。だから、あなたにみんながいろいろと指図することになるんだよ。結局自分が責任を取りたくないからだよね。この船がどこへ行こうとあなたにはどうでもいいんだね。結局うまくいかなかったら指示した人のせいにできる。だからあなたは振り回されるんだよ。人に振り回されることが嫌なら、不満に思ってるだけではなくて、自分でもっと責任ある決断をしなさい。状況を把握に努めて、もっと自分で考えなさい。もっと信念を持って決断しなさい。あなたからより良いことを提案しなさい。責任を取る意欲があれば、あなたはそれができるし、そうしたらあなたは信頼されて、もっと権限が与えられるよ。さあ、いつまでも人に振り回される立場はやめなさい。自分が牛耳ることを決意しなさい。自分も経営者のように状況を見極め、最善のことを決断するように努力しなさい。船を動かす側に回りなさい。その責任を負いなさい。あなたが船長になりなさい。そして遠慮なく船を牛耳りなさい。みんなが望んでいることは、船が目的地に行くことだよ。あなたが目的地まで導きなさい。それが一番快感だよね。大丈夫、できるよ。頑張りなさい。
大人の自分がずっとあなたを導くからね。